皆様、おはようございます。メルセデス・ベンツ日本の上野でございます。本日は、大変お忙しい中、ここシェアグリーン南青山にお越しいただきまして誠にありがとうございます。また日頃は弊社、広報活動に、ご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。本日はシェアグリーン南青山様の ご協力をいただき、こちらで初めて自動車の発表会をさせていただきます。関係者の皆様、高いところからではございますが、改めてお礼申し上げます。ありがとうございます。シェアグリーン南青山は都会の真ん中にある新しいパークライフスタイルをテーマにカフェ、ショップ、オフィスが共存することで多くの人々が自然と集まりコミュニケーションが生まれる新しい形のスポットとなっております。本日発表させていただきます新型 B クラスも自然対話型インフォテインメントシステム MBUX を搭載し、乗員と車が自然なコミュニケーションを取ることができます。また荷物をたくさん詰め人も乗せることができるため、ドライブ中の会話も、大変楽しいものになると思っております。本日の発表会に際しまして、セレクトショップのビームズ様にも多大なるご協力をいただきました。芝生広場にはビームズ様がプロデュースした車両展示もございますので、後ほどぜひ皆さんもご覧いただければと思います。新型 B クラスを発表させていただく前に、本年弊社が行ってきた主な取り組み活動をここで簡単にご紹介をさせていただきたいと思います。本年2月にメルセデスのブランドヒーローであるスポーツカー AMG GT にハイパフォーマンスと4ドアの利便性を併せ持ったメルセデス AMG GT 4ドアクーペを発表させていただきました。現在大変多くのお客様にご注文をいただいている状況でございます。3月には親会社ダイムラーの中長期戦略ケースと EQ ブランドを体験できる全く新しいコンセプトの施設として EQ ハウスを六本木のメルセデスミー横にオープンさせていただきました。先進技術を多く採用いたしまして、未来のモビリティといわゆるリビングの在り方をご体験いただくスペースとなっております。より多くのお客様にブランドを知っていただくためのブランド情報発信拠点メルセデス・ミーをさらに銀座の玄関口である多くの女性が集まるマロニエゲート銀座にもオープンさせていただきました。メルセデス・ミー銀座ザ・リミテッドストアは特に女性にも楽しんでいただけるよう、車の展示や試乗だけでなく話題のグルメや雑貨を販売したり、また美容や趣味のためのイベントを開催したりと盛りだくさんに仕上げております。残念ながら8月25日までの期間限定となりますので、銀座にお立ち寄りの際はぜひメルセデス・ミー銀座リミテッドストアにもお立ち寄りいただければと思います。また弊社はスポーツの分野にもおいても大変力を注いでおります。実に2012年から日本女子プロゴルフ協会 LPGA のオフィシャルパートナーといたしまして、トーナメントや選手のサポートなど幅広く活動を支援をさせていただいております。そして今シーズンより男子の日本ゴルフツアー機構のオフィシャルパートナーとしてもメルセデス・ベンツトータルポイントランキングの実施などさまざまな活動をサポートをさせていただくこととなりました。これらのサポートを通じましてますます熱が高まる日本のスポーツ界の盛り上げに私どもとして貢献するとともに、また出会うことができなかった今までメルセデスと関係のなかったお客様にも我々のブランドや商品によりご興味を持っていただくきっかけにしていただければと考えております。さて初代 B クラスは2006年に発表をさせていただきました。累計で約3万台を販売し、その多彩な趣味をお持ちの若いお客様に大変ご好評をいただきました。2012年には安全性をさらに高めた2代目の B
B クラスを発表させていただきました。そして本日3世代目となる新型 B クラスをここで発表させていただきます。本日はこの日のために素敵な方々にこの車のアンベールをお手伝いに来ていただきました。それではどうぞ。皆様こんにちは。こんにちは。はい、よくできました。このように、今回お子様に、アンベールを手伝いに来て、いただきました。みんなテーブル大丈夫？では、皆さんこの車のアンベール分かりますか？ね、さっきリハーサルでやっておりますので、じゃあ皆さん位置についてもらっていいですか。準備で、おじさんが準備をしてもらって、せーのと言ったらわっとやってくださいね。いいですか。準備してください。いきますよ、せーの、どうぞ。はい、みんなどうもありがとうございました。本当に上手にできましたねって、あんまり話しかけても反応ないですけど本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。このためだけにリハーサルを、ね、何度もやって大変本番で上手にできたと思っています。新型 B クラスは、先代モデルの特徴でありました、広い室内空間と優れたユーティリティをさらに強化させていただきまして、よりスポーティーかつ、ラグジュアリーなエクステリアデザインと若々しく、高い質感を感じさせるインテリアデザインを採用させていただきました。また MBUX やフラッグシップモデルである S クラスに搭載されております最新の安全運転支援システムを採用するなど、大変多くの機能を取り入れております。この車の詳細について弊社の B クラス商品企画担当の中山よりご説明をさせていただきます。それでは中山さん、お願いします。おはようございます。メルセデスベンツ日本で B クラスの商品企画を担当しております中山と申します。私からは新型 B クラスの商品に関するプレゼンテーションをしてまいります。新型 B クラスのハイライトはデザイン、ユーティリティ、MBUX、安全性の4つです。これらのトピックを順番に見てまいります。まずはデザインです。センシュアルピリティというメルセデスベンツの基本思想に基づき、エクステリアはラインやエッジを大幅に削減した輪郭を採用しています。また上下方向に細いヘッドライトデザイン、低く構えた姿勢のフロントエンド、ボンネットから A ピラーとウィンドスクリーンへの流れるようなつながりと、たくましいショルダーなどがスポーティーさを強調しています。リアエンドもワイド&ローな印象を与える、上下方向に細く横に長い2分割型リアコンビネーションランプが採用されています。またただスポーティーなデザインを追求しているだけではなく、空力性能も CD 値は 0.24 を実現、クラストップレベルの空力性能を達成しております。インテリアは A クラスの基本的デザインを踏襲し、インストゥルメントクラスター上部のカウルを廃止、ワイドスクリーンディスプレイが置かれることで開放感があり、モダンで
アバンギャルドなデザインに仕上げています。次にユーティリティです。歴代モデルで定評の大人4名が快適に過ごすことができる広い室内空間をさらに拡大し、快適性の向上を図りました。室内幅とヘッドルームいずれも拡大しています。またリアシートのバックレストは4対2対4の分割可動式を採用し、多様な使い方に柔軟に対応することができます。そして MBUX です。新型 B クラスは昨年発表しました A クラスでも話題となりました、ハイメルセデスで起動する自然対話式音声認識機能を備えたメルセデスベンツユーザーエクスペリエンスを標準装備しています。車内温度の設定も具体的な温度を伝える以外に、暑い寒いといえば車が理解し自動で温度設定を行います。 MBUX は学習機能も備えており、クラウド上で新しい流行語を覚えたり、時代による言葉の用法の変化を学習したりします。また個々のユーザーに合わせてカスタマイズしていきます。例えば定期的に決まった番号へ電話するユーザーには、その時刻になるとディスプレイに相手の電話番号をおすすめとして表示します。 MBUX の音声認識機能は車載コンピューターとクラウドの両方に問いかけ、システムはどちらの回答がより的確かを判断します。 MBUX により車内のほぼ全ての機能を音声で操作可能となり、走行中に視線を移動することなく運転に集中することができます。またセンターディスプレイに A クラス同様タッチスクリーン、センターコンソールにタッチパッドをご用意しています。インストゥルメントクラスターとセンターディスプレイはステアリングにあるタッチコントロールボタンでも操作することが可能です。ドライバーのお好みやその時の状況により一つに絞ることなく最適な方法をお選びいただけます。さらにスマートフォンのコネクティビティ機能も拡張され、地域各対応機種の携帯電話を無線充電するワイヤレスチャージング機能を標準装備しています。そして安全運転支援システムについてご紹介いたします。新型 B クラスにはフラグシップモデル S クラスと同等のシステムを採用しています。歩行者の飛び出しを検知した場合や先行車両や障害物を回避できない場合の自動緊急ブレーキによる被害軽減機能、車線維持機能、斜め後ろの死角の車両との衝突回避を支援する機能などを備えています。車両周囲の状況を常に監視するシステムとステアリングアシスト機能を組み合わせることで、システム起動時に高速道路上で自動停止した際、30秒以内であれば自動再発進をすることができ、渋滞時のドライバーの疲労を軽減します。さらに走行中にドライバーが気を失うなど万が一の場合には、自動的に車線を維持しながら緩やかに減速停車するアクティブエマージェンシーストップアシストも搭載しています。新型 B クラスをはじめメルセデスの安全運転支援システムは、これらの作動が自然で機械的なぎこちなさが削除されていることも特徴の一つです。新型 B クラスのパワートレインは2種類です。 B180 には最大出力136馬力、最大トルク200ニュートンメーターを発生する 1.4 リッターエンジンを搭載しています。このエンジンはデルタ型シリンダーヘッドを採用し、軽量化小スペースを実現しています。7速デュアルクラッチトランスミッションの
7GDCT を組み合わせ、ダイレクトな変速をしながら振動も抑えるセッティングが施されています。次に B クラス初のクリーンディーゼルモデル B200D には最高出力150馬力最大トルク320ニュートンメーターを発生する2リッター直列4気筒クリーンディーゼルターボエンジンを搭載しています。力強い加速と低振動かつ高い静粛性を両立する優れたエンジンです。さらにフロア下に窒素酸化物とアンモニアを処理する触媒を備えており、運転状況が急激に変化した場合にもクリーンな排出ガスを保ちます。これは日本市場で販売される乗用車では他に類を見ない徹底した排出ガス処理システムです。 B200D には新開発の8速デュアルクラッチトランスミッション 8GDCT を採用し、さまざまな状況で最適なギアを選択することで環境性能と動力性能の両立を実現しています。コネクティビティについてもメルセデス・ミー・コネクトも標準で搭載し、10年無償でご提供する24時間緊急通報サービスと24時間故障通報サービスからなる安全安心サービス、スマートフォンを使ってリモートで車両ドアのロック・アンロック、アプリで車両のステータスを確認できる快適サービスをご提供いたします。皆様、新型 B クラスはメルセデスの基本である安全性、定評のあるユーティリティに加えてスポーティーなデザインと最新のインフォテインメントシステム MBUX を搭載しました。デザインも機能も充実した新型 B クラスはお客様にとって最適な一台になると確信しております。新型 B クラスの商品に関するプレゼンテーションは以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、中山さんありがとうございました。いかがでしたでしょうか。新型 B クラスは、このコンパクトなボディにたくさんの魅力が詰まった車であることがお分かりいただけたのではないかと思っております。それでは新型 B クラスのラインナップと価格をご紹介させていただきます。エントリーモデルの B180 が384万円、そして B クラス初のクリーンディーゼルモデル B200 ディーゼルが422万円でございます。なお、お客様への納車は B180 は7月から、そして B200 ディーゼルは10月頃を予定させていただいております。次に新型 B クラスのマーケティング活動をご紹介させていただきます。まずは7月の1日から放映されますテレビ CM をご覧いただければと思います。はい、メルセデス、どうぞお話しください。いつもの曲かけて。これこれ、ね、さてどこ行く。はい、メルセデス、湖行きたい。ルートを計算します。いいじゃん、ここ。はい、メルセデス、調子はどう。悪くないですよ。俺の運転がうまいから。車と話す、みんながつながる、会話が弾むメルセデス、ニュービークラス誕生。はい、メルセデス、安心のメルセデスケア。こちらは新型 B クラスの広告素材となっております。テレビ CM も含めて Be Happy をキャッチコピーにしております。はい、メルセデスから始まる室内に飛び交う会話が家族や友人とのドライブを喜びあふれるものと変えていってくれればと思っております。 B クラスでこれまでにない楽しいドライブを体験いただきたいという思いを私どもとしては込めて制作をさせていただきました。新型 B クラスの発売を記念いたしまして、ビームス様プロデュースのラインスタンプも登場します。人気イラストレーターの長場優さんにデザインをさせていただきました。
弊社公式 LINE アカウントを友達に追加していただき、さらに LINE 経由でメルセデス・ミーに会員登録することで、本日からこのスタンプを入手していただくことができます。ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。また今、今日スタッフが着用している T シャツを、ビームス様にデザインいただき、コラボレーション T シャツとして、これも本日から、販売をさせていただきたいと思います、ビームス六本木ヒルズ、そして全国のメルセデス・ベンツ正規販売店およびメルセデス・ミーでご購入がいただくことができます。さらにメルセデスをより身近に感じていただくための施策といたしまして、本年1月からレンタカーサービスメルセデス・ベンツレントを開始させていただいております。メルセデス・ミー東京や星野リゾートの一部施設で運用し、おかげさまで大変ご好評をいただいております。そして実施エリアを拡大いたしまして、6月から北海道の函館、北見、そして九州の宮崎、大分で、そして7月からは帯広、釧路、そして沖縄でサービスを開始することになりました。こちらの B クラスも7月よりサービスに追加されますので、皆さんもぜひご体験いただければと思っております。普段メルセデスにお乗りのお客様が仕事や旅行に出かけた先でもいつもの快適なドライブ体験をしていただけるような仕組みを今後さらに広げていきたいというふうに私どもは考えております。それでは皆様、本日長時間にわたりご清聴いただきまして誠にありがとうございました。